泉州公園は初代の秋田藩主佐竹義信公が自然の大地を利用して作った久保田城の城跡を公園にしたものです。ここは佐竹資料館です。秋田藩主佐竹氏の資料を展示、秋田の藩政時代を紹介しています。この鎧兜、初代藩主の佐竹義信公のものです。今にも動き出しそうな迫力ですね。この静けさ、秋田駅から700メートルのところにあるとは信じられません。雄物頭五番所です。この建物は城跡で藩政時代から唯一残っているという貴重な建物です。お城の門の開け閉め、警備、火災の際の消火を担当するお役人の詰め所でした。公園のほぼ中央にやってきました。この銅像は第12代藩主佐竹義孝公の銅像です。秋田藩最後の藩主で明治維新の激動の時代を生きた方です。久保田城には8つのお墨櫓がありましたが、その一つを秋田市政100周年を記念して復元したものです。1階は佐竹氏の歴史を紹介するパネルが展示されています。これは久保田城のミニチュアです。こんなに建物があったんですね。2階は展望台になっています。秋田市内がぐるりと見渡せます。清々しい気持ちになりますね。この古月池は2000年前の種から育った大賀ハスの名所として知られています。どうです？気分がしっとりした感じになりましたか？たまにはいいですよね、このような散策も。